ンポン。ストーリー上語られない設定、裏設定、それは人類すべての好奇心と無駄知識欲を満たし、作品への理解を磨き上げる。もちろん私たちにも裏設定があります。そんな裏設定を語りましょう。語ったら裏設定じゃないんでしょ。てかうちらにそんな裏設定的なものあったっけ。あるわけねえだろ。おめえしばかれてえのか。一問一答、君の裏設定にフォーリンラブ開幕。何言ってんだこいつ。2人の初めての出会いは DVD っていうゲームの実況に無理やり出演させられた。憧れの私に会いたい後輩がいると聞いて仕方なく呼んだ。え、なぜ顔が取れるの。ゆずき家に代々伝わる特殊能力。ちなみにどの能力が宿るかはランダムです。私は顔は物理移動、母は次元移動、父はホルマリンが好きになる能力です。お前と父は外れがすぎるわ。趣味はエクササイズ。お互いの第一印象はバカ。あ、友達は何人いる。57人。友達は数じゃないですよね。おいてめえ答えろや。スイナちゃんはなぜ制服じゃないの。それはもちろん素材がないか。これって何の部活なの。知らん。え、先生のお母さんは何者。知らん。え、あれは何。知らん。え、いや、これ裏設定っていうのか。細けい答えいいんだよ。とにもかくにもこれで全ての疑問が解決されましたね。正直さらに疑問が深まったんですが。